FH フ,ファントム飛行する FH-1111793 号機 VMF-122 戦闘飛行隊所属1949年2月17日撮影 FH ファントムはアメリカ合衆国のマクダネル社が開発しアメリカ海軍や海兵隊で運用されたジェット推進の艦上戦闘機愛称のファントムは幽霊、亡霊の意 1945年1月に初飛行した世界初の実用ジェット艦上戦闘機である。ジェットエンジンの研究が進展するにつれ、アメリカ海軍はジェット戦闘機を装備、運用することを検討するようになった。そのため、第二次世界大戦中の1943年8月30日にマクドネル社へジェット艦上戦闘機の試作発注を行った。 マクドネル社は1939年に設立されたばかりの新興メーカーであり、いくつもの斬新、もしくは奇抜なアイデアを持ってはいたものの、決して技術力の高い企業ではなかった。にもかかわらずマクドネル社に発注が行われたのは、戦争中のため他の有力航空メーカーの開発、生産力を阻まずに済ませるため、リスクの大きいジェット戦闘機の開発を、新参。 中小のメーカーに配分したという意味合いが大きい。発注時は XFD-1 の名称であったが D の文字はダグラス社と重なるために1947年6月6日に FH-1 に名称変更されている。フランクリン D ・ルーズベルトより発刊する FH-11946 年7月21日の撮影 FH の開発においては そのアウトラインの策定までに様々な案が検討され、8機の小型エンジンを使用する案や同じく6機の小型エンジンを使用する案も検討された。これは開発当初は十分な水力を持ったジェットエンジンが開発されていなかったためで、1943年に入るとウェスティングハウス社により開発された X19A ターボジェットエンジンの水力が十分なものである。 ことが実証され、これにより、最終的に2機のエンジンを翼付け根の胴体側面に装備する、総発機案が採用された。機体は、ハマキ型の胴体に、低翼配置、直線翼の主翼を持つ、黎明機のジェット戦闘機としては、オーソドックスなものである。上記のようにエンジンは、ウェスティングハウスエレクトリック社が開発した、ターボジェットエンジンを2機、主翼付け根に装備している。 武装は機種に 12.7mm 機関14門を搭載している。試作初号機は1945年1月に完成したが、ウェスティングハウス X19 バイトから2バイトジェットエンジンが1機しか届かず、当初は格出場試験を行うのみであった。しかし、1月26日に1機のエンジンだけを装備して初飛行を行った。 1945年3月7日に FD-1 として100機の量産機発注を受けたが戦争が終結したため発注は60機に減少された。その後2機のエンジンを搭載した完全型として飛行試験は順調に続けられ、1946年7月21日にはアメリカのジェット戦闘機として初めて航空母艦、 フランクリン D ・ルーズベルトでの運用試験に成功している。1947年1月より量産機の製造が開始され、量産型はウェスティングハウス J30E-20 エンジンを使用し、試作型より大幅に出力が向上している。1947年7月よりアメリカ海軍 VF-17A 航空隊に配備が開始され、 アメリカ海兵隊の VMF-122 及び VM 海 -311 航空隊でも使用された。その後はより完成度の高い F9 回パンサーの配備により練習機的な扱いを受け、1949年には実戦部隊からは引き上げられ、1950年代の半ばまでに全機体役している。編隊を組んで飛行する FH-1。 ありがとうございます。